猿のザル脳は食料または薬事としての猿の脳味噌である。主に中国で食される。特に中国の高級珍味であると考えられている。人が他の生物の脳を食べることはままあるものの人の禁煙種である猿の脳を取り出し脳であるとわかる状態で食べることから人種、文化を問わずに衝撃を与えることが多く、その是非をめぐって 論難や偏見などが発生しやすい。一方で、下手者食として、好奇心を煽る面もある。生で教食される時には、殺されたばかりの新鮮な猿の頭から、スプーンやストローを用いて、直に食べるとも言われる。ただし信憑性には、疑問符もつけられ、往々にして、都市伝説であると片付けられる。いくつかの情報によると、あるレストランでは、猿のを真ん中に、 猿の首の大きさ程度に穴が開いた特別なテーブルで提供している。猿は動けないように縛り上げられ、調理人によって頭頂部の頭蓋骨がナイフによって除去される。猿は生きたままの状態で、その脳が露出した頭部をボールとして使うように食卓の下に置かれる。酒を注ぎ入れて脳と混ぜ合わせることもある。そして食事客は、 唐辛子と塩漬けにした生姜を調味料として脳をすくい取って食べるのである。その過程でその食べ物とされる猿は意識朦朧として間もなく死に至ることとなる。特に猿の脳は食中毒を治療すると信じられたために猿脳の習慣は乱獲を引き起こすと言われた。中国政府は雲南昇金糸猿を1977年に 最高保護リストに掲載したが、一部地域の料理では、チ味とされたため、猿の脳の密漁は続いた。現在では、放棄性が厳しく、他の動物で代用されることがあるため、あからさまに食べられることはなくなった。また、猿を食べる行為に対しては、エボラ出血熱や HIV 及び CJD に感染する危険性も指摘されている。19世紀に、 真の町会によって表されたマンダラ県話は中国の様々な地域の漢方薬や食品知識をまとめたものである。この文書は16世紀の中国全土を旅した将軍によって記述されたものを含むが彼が出席した祝宴で生きたサ猿脳が供される描写がある。イギリスのダイアーナ妃の元し通じであるポール・バレルはサウジアラビアを訪問した時にバナナの葉とココヤシに乗った 猿のを供されたという、ありがとうございます。